柿岩霊慶は日本の元バドミントン選手、バドミントン指導者。身長167センチ、右利き、滋賀県大津市出身。現役時代はバドミントン日本代表ナショナルチームに選出され、2012年ンドンオリンピックにおいて藤井美紀と組ダブルスで銀メダルを獲得した。祖母が住んでいる熊本県で生まれ、大津市立大本小学校大津市立。 日吉中学校を経て、青森県私立青森山田高等学校卒業。高校卒業後、高校の一年先輩にあたる藤の誘いで、ルネサスセミコンダクタ九州、山口に入社し、バドミントン部に所属。2019年3月で現役を引退し、道部コーチに就任した。6歳の時にバドミントンを始める。小学生時代からジャンプスマッシュを習得する。 攻撃的なスタイルで小学6年生で全国大会3位の成績を収めた。卒業文集に将来の夢としてオリンピックを見てみたいと記した。中学校では全国大会、シングルス、団体戦の2巻を達成する。一方で高校はバドミントンの名門、青森山田高等学校に入学した。高校一年生で出場した。 東北大会団体戦の決勝で当時高校2年生だった藤井と急遽ダブルスを組んで出場し、その後藤井と正式にダブルスのペアを組むことになり、藤井のインターハイシングルスダブルス団体戦の高校参冠に貢献した。震度に悩んでいた高校3年の夏、柿岩は藤井からのダブルスを組んで五輪を目指そうとのラブコールを受けて NEC セミコンダクターズ九州。 山口への入社を決意した。北京オリンピックでチームの先輩でもある末前への活躍を応援席で見たのを機に本格的に五輪を目指すようになり、藤井戸のコンビで国内外で活躍する。2012年にはロンドンオリンピック日本代表選手に選出され、銀メダル獲得に貢献した。2014年の世界選手権では前田美織との女子ダブルスで銅メダルを獲得した。 2017年、藤井とペアを再結成し、2020年、東京オリンピックを目指すことが発表された。ありがとうございます。